国鉄キハ90系機動車。キハ90系は、日本国有鉄道、国鉄が新系列強力型機動車の試作車として、設計、製造した、急行系機動車である。定期列車としての運行開始後は、動力車が、全てキハ91型を称したことからキハ91系も称された。1950年代から、国鉄機動車の標準型エンジンとして、 採用されていた DMH17 系エンジンはもともと戦前にメーカー3社の競争施策を経て設計された覆燃焼失式機関であった。この DMH17 系エンジンは第二次世界大戦後に国鉄で標準型ディーゼルエンジンとして採用された後、これと液体式変速機を組み合わせることで総括制御による 超大変性編成化を実現した、キハ4万5000系後のキハ17系を、機関形式とする一連の液体式機動車シリーズが、開発されていた段階で、液体式変速機の特性から、勾配区間で抵抗率となり、20パーミル以上の勾配線区で、近郊速度が著しく低下すことが判明していた。このため、御殿場線や関西本線といった、 連続急行バイク間を要する路線で使用するには明らかに出力が不足であった。あと2機17系と総称されることになるこれらの機動車シリーズが開発されていた1950年代初頭の段階ではようやくこの DMH17 系エンジンの量産実用化が軌道に乗ったばかりでシリンダーヘッドの設計変更などにより 10PS 程度の出力向上策を講じるのが 精一杯で別種の機動車用新型大出力エンジンの開発を行える状況にはなかった。また、液体式変速機そのものも出力 200PS 程度までの期間に対応する新構造機 TC-2 及び新潟コンバーター、新潟鉄鋼所ひたちニコトランスミッション DF115 の2機種がそれぞれスウェーデとアメリカからの技術ライセンス導入によって ようやく量産化に成功したばかりで、少なくともこの時点では床下に、機関、放熱器、変速器、燃料タンクを収める、必要のある20メートル給料3機動車用として、d m a 1 1 7 k 営エンジン TC-2、あるいは DF115 液体式変速器、というコンポーネントの組み合わせ以外に、有力な選択肢が存在しなかった。そこで、 自動車導入を強く求めるこれらの戦区の要望に応えるべく、国鉄工作局は不足する出力を確保するため、DMH17 系エンジン液体式変速機、加えて放熱機と燃料タンクも、を各車両に2とずつ走行用として搭載する、というキハ17系の設計時に参考にされた、アメリカバット車線の機器構成を踏襲した策が取られた。 この案に沿った強力系ディーゼル動車として最初に完成したのは、キハ44600系、あとにキハ50型へ解消。1954年製2両であった。この試作要素を多分に含んだ2エンジン車は、性能面で期待通りの成果が得られたものの、1エンジン車用のコンポーネントをそのまま2組配置したため、車体長22メートル。 大写真皿中心間隔 15,700mm と、長大な車体となり、分岐器の通過に制約が生ずる結果となった。このため、2エンジン搭載車の量産形式となった、基ハ44,700系、後の基ハ51系で、プロペラシャフトと冷却系の設計見直しにより、全長の短縮が図られ、大写真皿中心間隔が 14,300mm に縮小され、 ここに、ようやく全国で普遍的に運用可能なにエンジン車が、完成した。各種で量産が開始されたにエンジン搭載車は、出力に余裕が生じたこともあって、車体の大型化を可能とし、基ハ44800系、後の基ハ55系を、基幹形式とし、後に基ハ55系と総称されることになる、従来よりも 200mm 拡幅して、 客車や電車並みの 2800mm 幅とした大型車体を備える準急用機動車シリーズが実用化された。これにより従来接客設備の貧弱さから普通列車に充当するのが精一杯であった機動車の可用性が大幅に拡大されることとなった。もっともこうして優等列車への進出を開始した国鉄機動車であったが この2エンジン搭載車にも問題があった。エンジンと変速機を2組ずつ搭載するため、保守コストや車両製作コストが大幅に化し、しかも床下の偽装スペースがほぼすべてこれらの機関によって占有されるため、車体長を一般的な客車、電車よりも長くせねばならず、それを行ってさえ追加で新たなサービス機器を搭載す、スペースが得られなくなったのである。これは、 冷房などのサービス電源供給用に発電機の搭載を必要とする特急用機動車の開発に当たっては深刻な問題となった。こうした DMH17 系エンジンを採用し続けることで発生する諸問題について機動車開発を行っていた国鉄工作局は早い段階で把握していた。それゆえ、 DD13 型ディーゼル機関車用として 370PS 級の DMF31S 型エンジンが開発、実用化された1950年代後半以降、このエンジンを機動車に転用する構想が持たれた。元来、この DMF31S 系エンジンは、戦前に開発されていた、電気式機動車のキハ4 3 0 0 0系用に開発されていた横形機関、 DMF31H 型 240PS-1300rpm にルーツを持つとされるため、その転用構想は一種の原点回帰とでも言えるものであった。1960年に DMF31S を横形エンジン、水平シリンダーに設計変更した DMF31 発散型エンジンが完成し、これを搭載する。 キハ60系機動車が試作された。エンジン以外にも二軸駆動、ディスクブレーキ、トブク袋不要の外吊り扉など様々な新機軸を盛り込んで開発されたこのキハ60系はしかし成功を収めることができなかった。エンジンそのものがシリンダー横置きによる潤滑不良が原因でピストンやキツキなどの不調を頻発させたのに加えこの開発においてエンジンと並ぶ 最重要コンポーネントである新設計の d w 一時化二段液体式変速機において直結二段変速の切り替え時に発生する大きな衝動を解決できなかったためである直結二段液体式変速機はその名が示すように従来の液体式変速機の直結段に二段切りへの機械式変速機を組み合わせたものだがある程度のタイミングや回転数のズレを 吸収可能な液体式変速弾とは異なり、設計当時の技術では、機械式変速機による直結弾について、各社の変速、タイングを同期させるのが難しく、切り替え時に、各社の速度、牽引力の不一致から、過大な衝動が発生した。このような事情から、合計3両が試作された、キハ六十系とそのエンジン、変速機は継続開発が断され、最終的に、 同系列は、機関と変速機を、標準品、つまり、DMA117K エンジンと TC、TC-2 あるいは、DF115 液体式変速機へ交換し、機ハ55系相当に改造されてしまった。この間、開発が急がれていた、特急系、ディーゼルカー機ハ80系は従来通り、 DMA117K エンジンを横形に設計変更した上で2機搭載、サービス電源用の発電セットを搭載する、戦闘車は走行用機関を1搭載されることとなり、キハ60系の開発成果で活かされたのは二重床構造を、はじめとする騒音、振動対策や、ディスクブレーキ付き空気バネ台車、それに、横形シリンダー機関のオイル潤滑のウハなどに、止まった。 もっとも国鉄工作局は大出力エンジン及びこれに対応する変速機の研究を諦めたわけではなかった。1965年昭和40年には DMF31 発車の反省と教訓から新規設計された大出力エンジンの5つ,つの目途が立ち、翌1966年昭和41年には2種類の新型エンジンを 搭載する新系列機動車の競争施策が決定された。こうして開発されたのが本系列である。まず1966年昭和41年に DMF15 波座型 300PS エンジン1機を搭載するキハ90型と DML38 座型 500PS エンジン1機を搭載するキハ91型を1両ずつ製造し、 出力の異なる2種類の機関の性能比較が行われた。千葉鉄道管理局管内を中心に実施された評価試験の結果、300PS エンジンは山岳線区で1両につき、エンジン2機を搭載する必要があったため、エンジン1機あたりの出力が大きい 500PS エンジン1機搭載として、同程度の編成出力でも、編成全体のエンジン数を少なくした方が、 コスト的に有利で、しかも 500PS エンジン一機搭載車の場合、将来の冷房化の際には発電セットを床下搭載することが可能な点でもメリットがある、と判断された。この結果、500PS 級の DML38 車が国鉄機動車の時代を担う新系列機動車用機関として制採用された。その後、この新しい大出力エンジンを搭載した機動車を、 営業列車に投入して、長期的な性能試験が行われることになった。このため、急行列車一編成として、営業運転が可能な量数の量産試作車を、用いる必要が生じ、1967年、昭和42年7月28日から同年7月31日に、かけてきは91系量産試作車7両と、特急系機動車製造の際に、 食堂車等の優等車を付随車とするためのデータ取得と急行列車での一等車需要を考慮して、一等、付随車である、キサロ90計算量がそれぞれ製造された。以下の3形式合計12両が製造され、そのうち1形式1両が改造で、形式変更された。それぞれの概要は以下の通り、d m f 十五ハザー型エンジンと d w 三バイト型変速機を、 備える。台車は DT35TR205、1966年、昭和41年4月7日に、新潟鉄工所でキハ91が一両のみ、製造された。各種試験の後は、出力者から予備者扱いが続いたが、1971年、昭和46年に、中央再選での運用で問題となった、出力不足に禁する。 公売均衡速度の低下を解決すべく、キハ91型と同一スペックのエンジン、変速機に交換され、キハ9 1級となった。DML38 サガーエンジンと DW4、A 型変速機を備える。台車は、DT36TR205、1966年3月28日に、1が、富士重工業で製造されてキハ90型と、 比較検討され、その結果本形式が優位と判定されて、量産試作れることとなった。キハ911をプロトタイプとする、量産試作者として、1967年7月に7両、キハ912キハ918が、新潟鉄工所、キハ912キハ913、富士重工業、キハ914キハ916、日本車両製造、 キハ917キハ918の各社で製造された DML30HSB 型エンジンと DW4 バイト型変速機を備える台車は DT36ATR205A いずれもキハ911のものの改良系であるキハ912から7は冷房準備車として製造され AU13 型冷房装置を簡単に取り付けられる構造となっていた ただし、心臓時点では、この冷房機取り付けスペースに補助送風機が追加搭載されており、特に低速での高負荷運転が連続する際に、冷却力が不足する自然通風式放熱機の問題点は、この時点ですでにある程度把握されていたと推測される。一方、キハ918は来たるべき特急系のためのデータ取得を目的として、 屋根状の放熱機関に AU13A 型分散式冷房装置を七機、床下に自社一両分の冷房電源用として三菱重工業製四 d 9十一 p 型 DJ エンジン駆動による d m 七十二系発電機を搭載した。九百七十一年、出力が異なり運用上ネックとなっていたキハ91が前日の通りエンジンと変速機を 乾燥して、本形式に編入され、キハ919と、改版された。DML30HSB 型エンジンと DW4C 型変速機を備える。台車は、DT35TR205 をそのまま、使用しているため、一軸駆動のままである。営業運行での試験に備え、1967年7月に、 キハ91、キハ91、8と共に3両、1から3が、日本車両製造、1.2と新潟鉄工所、3で製造された一等車である。車体構造は3枚寄り度を備える以外は、同時期のキロ28型に準じるが、編成全体のエンジン出力に余裕があり、また特急系のためのデータ取得の必要から付随車となった。このため、台車は、前後とも、 TR205A で、屋根上には放熱器が搭載されておらず、大きな窓と、相まって編成中では目立つ存在であった。3両ともに、AU13A 型分散式冷房装置6機と、床下に4 d 級型冷房電源を搭載している。新開発の大出力機関や、変速機などの性能を評価するための試作車であるが、キハ55系に準じた車体を備えて新造された。 キハ六十系と同様に、キハ五十八系の基本構成を踏襲する二十一メートル級、車体長二十点八メートル、全長二十一点三メートル構成車体を備える。もっとも、側窓はキハ五十八系とは異なり、急行系電車で広く使用されていた外場目の二段上昇式ユニット窓が採用され、さらに最初の試作車二両ではキハ六十系以降に設計された。 特急系機動車、つまりキハ80系の設計も一部取り入れられ、丸みを帯びた固有の車体断面と全面形状が与えられている。しかし、この車体断面はキハ91系量産試作車では、コストダウンの観点からキハ58型など同様、側窓部分を水平面に対して垂直にした単純な構造に改められている。 この量産試作車と同時に制作された、キサロ90系の側窓については、同時期のキロ28型やサロ165型などと、同様、2枚ずつを一組にしたバランサー付きの1段、加工式窓を採用している。窓配置はキハ90系、キハ91型がすべて片方の車端にのみ、運転台を備える、運転台構成で DD d び d び、d d d D、乗務員扉、D、客用扉、数字、窓数、キサロ90型が、D1222221D1 よび 1D122222221D となっている。なお、キハロ2形式については乗務員室は、運転台側の車端に一枚小窓を置いて、運転士のための十分なスペースを確保し、車掌台側は乗務員扉と客用扉の間に、排気管を通している。 また、客用扉は工術するように一台車二軸駆動の空気バネ台車とした関係で、キハ58系と同様の引き動を採用すると、その戸袋が大枠の空気バネ座と干渉するため、これを回避する目的で、全車とも各側面の2箇所ずつに 700mm 幅の3枚折り戸が設置されている。座席は普通車である、キハの二形式は急行系普通車標準の 固定クロスシートを、キサロ90型は急行系一等車標準の回転式、リクライニングシートをそれぞれ備える。なお、キサロのシートピッチは、キロ28、58型と同じ1160ミ、mm、リメートルで、一旦に車掌室を備える。前面はキハ58系などと同様、中央に貫通扉を備える丸妻3枚窓構成で、 試作車2両が一体構造の大型曲面ガラスを採用し、量産試作車ではコストダウンに伴う車体断面変更の関係から、キハ5 8系4 0 0番台以降などと同様の平面ガラスとグーブの曲面ガラスによる組み合わせに変更されている。試作車2両は全商灯としてシールドビーム2等を 2000mm の間隔を開けて、 全面左右の幕板に振り分けて埋め込み設置とし、尾灯も同様に 2000mm 間隔で左右腰板下部に取り付けている。これら2両は団地系のシャッターのない台本を装備し、特にキハ91-1の新生当初は横長のグリルを持つ独自形状の大型台本ケースであったが、後にキハ91と同様の通常タイプの台本に交換され、廃車までそのままとなっていた。 これに対し、キハ91系量産試作車では、全照灯が、同位置のままキハ58系と同様の車体から一段、飛び出した形状の頭具に変更された。また、ビトが、形式図、図面番号 DC0456 では試作車と、同数法で記載されていたが、完成した実車では、大型の寒冷地型タイフォンとの干渉を避けてより、外側に設置されている。 基本は全車とも運転台、側つまめんにスカートを備える。運転台は人間工学に基づいて、マスコンハンドルとブレーキハンドルは新設計の前後操作式、前進、立行、交代、制動と操作しやすいものとなった。制御指令信号は連結機下部に取り付けられた専用の空気管内蔵電気連結機によって伝達される。ただし、 制御指令信号線は在来型機動車と互換性がないため、非常時等にそれらとの並結運用が実施される可能性を考慮して、試作車2両では追加改造で、量産試作車では新造時から制御指令信号を中継、相互変換する装置が搭載された。塗装はいずれもクリーム4号をベースに、窓周りと腰板株、それに、 幕板上部に赤十一号の帯を巻いた、新造当時の国鉄急行系機動車標準色で、あるが、試作車は前面窓周りと側面の客用窓周りのみに赤を巻き、客用扉や乗務員扉周辺に赤帯がかかっていない。キハ90系の DMF15 ハザは、排気量15リットル、直列六気筒横置き、下級機、ターボチャージャー、中間冷却機、 インタークーラー装備で連続定格 300PS、1、600rpm、最大出力 355PS、2、000rpm、キハ91系の DML38 差は、排気量30リットル、水平対向12気筒、180度、V 型12気筒、下級機装備で連続定格 500PS、1、600rpm、 最大出力 590PS2000rpm となっており、いずれもシリンダーボア 140mm、ストローク 160mm である。この仕様が示す通り、これらはそのシリンダーブロックの設計が共通であり、既存の d m h 1 7は、元より DMF31 系とも異なる完全な新規開発品であった。DML38 さに比べて、 気筒数半減の DMF15 波座が、出力半減とならず60%の定格出力を確保できたのは、インタークーラーによるものであるが、基本設計が、戦前設計の DMH17 をスケールアップで、ターボ加給機対応としただけの、副燃焼室式機関であることから、高負荷動作時には特に発熱課題となる傾向が、強く、過熱により、排気管が発火する恐れがあったため、 d m l 3 0へのインタークーラー装備による 600PS 化は見送られている。液体式変速機はキハ90型が DW3 バイト、3段6要素系、キハ911が DW4A、1段3要素系、ミツルハイ、油式、キハ912から8が DW4 バイト、1段3要素系、ミツルハイ、油式で、いずれも変速1段。 直結一段となっている。これはキハ 60K で採用された直結二段構成が直結間切り替え時の過大な衝撃負荷によるクラッチ破損等の問題を引き起こした反省から直結段を一段のみとしたものである。また、キハ91型はエンジントルクが大きいため変速段の液体式変速機の構成を一段三要素に見直しストールトルクを抑え、また、 駆動軸も機ハ90型が第2軸を駆動軸とする1軸駆動であったのに対し、第1.2軸を駆動する2軸駆動とされ、さらに変速機と、車体内側よりの第2動軸に装着された g ガバイ b 1 1 5 a 減速機の間には、大出力エンジンの強トルクによって生じる、反力を吸収するための反力軸と呼ばれる、リンク機構をトルクロとも付加されている。 DW3ADW4ADW4 倍とともに変速弾数の少なさを補い、なおかつ中速域での出力を確保するため、高速域まで、可回転状態のままで変速弾で引っ張る設定にされている。この変速弾使用時の変換効率は、最良の条件、ピークは、約時速 62km でも80%、 前後で液体式変速機としては一般的な性能であった。もっとも、これは効率の悪い変速弾を十分高速に達するまで常用するため常時可回転状態に置くなどエンジンに過大な負担をかける設計でもあり、この変速機は特に本系列や後続の機百181系による中速域が常用される山岳線区での優等列車運用において、 エンジンの異常加熱を原因とするトラブルが多発する原因の一つとなった。営業運転で多用される中速域で機関出力をフルに活かせないという本系列の走行特性はストールトルク比の小さい緩いトルクコンバーターと直結段が一段しかないことから来ており、爪クラッチ式多段直結変速機が 実用段階に入る1980年代以末まで長く日本の神経列液体式起動車のウィークポイントであり続けた。逆転機は従来の減速機と一体構造での台車トランサム、横両への走下が基九91系の2、軸駆動化により困難となり、また変速機との一体化による機構の簡素化なども目的として液体変速機に内蔵とされた。このため、 各動力台車には逆転機ではなく推進軸の方向転換と最終減速弾を受け持つ減速機が格動軸に走化され、キハ91型では2機の減速機関は自在継ぎ手で連結され、大出力エンジンを使用するため、キハ90系、キハ91型には大容量放熱機、ラジエーターが設けられた。ただし、通常の機関直結や V ベルト駆動による、 強制通風式ではなく、コストダウンと、機関出力の有効活用、それに冷却ファン排除による、騒音、振動の軽減を目的として、相対風速を利用した、自然通風による大型放熱器が屋根上に、搭載され、外観上の一大特徴となった。しかし、山岳線区での低速運転時、特に上り、勾配で断面が小さく、 かつ長大な単線トンネルを走行する際などには通風力が不足してオーバーヒートが頻発した。このため量産試作者では対策として電動式の補助送風ファンが屋根状の放熱機関に搭載されたが、この補助送風ファンの駆動にはエンジン直結の発電機からの電力供給が必要であり、その発電負荷の分だけ走行性能が低下し、 ファンによる騒音と振動が発生し、さらには、その星コストも上乗せされることになった。この問題は、比較的平坦な線形でしかも、トンネルの少ない千葉地区での使用の段階ではほとんど、露呈せず、商談面長大トンネルの多い中央再線での営業運転開始後、初めて表面化したため、量産型に相当する、キハ181系の設計には十分反映できず、 同系列、特に自然通風による大型放熱器を本系列から継承した中間車では、連続急勾配区間での放熱能力不足に起因するエンジントラブルが頻発した。このため、同系列は、エンジンの故障抑止を目的として、スペック上は、単独途半が可能なはずの板や峠での電気、機関車によけん引途半や、故障防止策としての燃料噴射ポンプの調整による、 定格出力の引き下げ、補助冷却器の床下への追加、あるいは運転曲線の見直しなどの対策を実施せざるを得なくなっている。動力台車は一軸駆動のキハ90型が DT35、二軸駆動のキハ91型が DT36、キハ 911DT36A、キハ912キハ918、付随台車は TR205、 試作車 TR205A 量産試作車で基本的な構造はすべて共通である。これらの台車は延長リンクとウィングバネを組み合わせたアルストムリンク式軸箱指示機構の変形というべき独特の構造となっており、二軸駆動を実現する上で必要な推進軸が枕張りや心皿と渡るするのを回避するため、 揺れ枕を排した車体直結式空気バネによる枕バネ部と ED74 型電気機関車で採用されたものと同様のリンク連結による仮想新皿方式が採用されていた。これらは本系列の運用期間中には特に致命的な問題は発生しなかった。しかし、その改良品にあたる d t 三十六バイト t r 二百五バイト t r 二百五 c を採用したキハ百八十一系は時速百二十キロメートル運転で常用されたこともあり、延長リンクが長く設計が適切でなかったことが原因で高速運転時に一軸下行動が発生しやすいことが指摘された。さらに、側枠の亀裂などの深刻な問題が製造後、約十年前後で頻発したため、 その時点で在籍していた同系列の前車が、側枠の申請交換で、通常のウィング版で式台車、DT36CTR205DTR205E に改造されており、基本設計が共通する本系列の台車についても、同様に長期用されたとすれば、同種の問題が発生していた可能性が高い。落成した試作車は、千葉機動車区に配置され、 性能試験は当初暴走再戦で行われた。その後、名古屋第一機関区に配属替えとなり、量産試作車と共に、中央再戦及び、篠ノ井線で、急行、シナノ、として使用された。この試験結果をもとに、キハ65系機動車や、キハ181系機動車が登場した。本系列は、キハ181系の特急、シナノ運転開始後も、 中央再線で急行、基礎として運行された。しかし、1973年7月の中央再線、篠ノ井線電化完成により、急行、基礎は165系電車に置き換えられたため、中央再線系統での本系列による運用は終了となった。本系列最後の運用の場となったのは、高山本線で、急行、乗倉のうち、名古屋、 鉱山間の位置を往復に当てられた。しかし、機関の冷却性能不足と、複雑な制御系に起因するトラブルは耐えなかった。そして、特殊な補修部品が枯渇したこともあり、1976年10月のダイヤ改正を待たず、同年9月3日にさよなら運転を行い運用を終了した。なお、その後は、車令が10年未満で廃車手続きが困難であった。 ことから、しばらく保留者として留置されていたが、キサロ3両とキハ1両を除いて、非冷房ということもあり、最終的に1978年、昭和53年8月31日付で、全車廃車となり、長く保守を担当してきた名古屋工場で、全車解体処分された。キハ91型で使用された、DML30 経営機関は正式化され、 その後のキハ181系などの特急系、急行系、普通系機動車に採用された。中でもキハ65型は本系列直系の量産車というべき存在であり、在来型急行系機動車との混用を可能とするため、最高速度は低くなり、制動装置も従来の機動車とほぼ同じものに変更され、運転台周りの仕様が継承されず、また全車に 強力な大型発電セットが搭載された関係で、自長増大を嫌って安価だが重い、自然通風式放熱器も採用されなかったが、これら以外の基本設計の大半はキハ91系、量産試作車のそれに依拠している。この系統は、その後、ム用機動車としてのキハ66系へ発展し、さらに大幅な性能引き下げの上で、一般系機動車のキハ40系を成していくこととなる。 これに対し、特急系のキハ181系は固定編成による限定運用で、在来型システムとの混用を考慮せずに済んだがゆえに、キハ90系の制御システムを素直に継承し、重い発電セットを先頭車に集約搭載することで、中間車に安価な自然通風式放熱器を採用した。急行型として、汎用性が求められたキハ65系の構成とは、 対照的であり、結果的にキハ90系の要素技術は特急型と急行型で異なる2つの流れを形成したことになる。もっとも、キハ65型に量産で先行したキハ181系は、夏場の特定条件下で冷却系のトラブルを頻発しており、また、その流れに連なるキハ183系霊番台では、寒冷な気候の北海道で使用されることから、 着雪によるトラブル発生の危険性があって、自然通風式放熱器を継承せず、こちらは冷却系に起因するエンジントラブルを出さなかったこと、それに強制冷却機構を標準搭載した、キハ65型がその了解しから現在に至るまで、冷却系に起因するエンジントラブルをほとんど引き起こしていないことから、結果的にこの自然通風式放熱器はシステムとして、 完全な失敗策であったとみなされている。これには、急平な復燃消失式を無批判に採用した DML30 系機関の燃焼効率が当初、想定された以上に悪く高発熱となり、また、キハ60型での直結多段撃体式変速機の技術開発の失敗から効率の悪い変速を多用する設計となったため、それらのしわ寄せが、 放熱器に集中してしまったという一面もあり、大出力ディーゼル機関を搭載する鉄道車両開発の難しさを物語っている。なお、本系列では、不採用となった、キハ90系の DMF15 型については、12系、客車以降の床下発電セット用機関として、正式採用され、その後キハ40系などに、デチューンの上で転用されている。 本系列自体は製造後わずか10年で運行終了となったが、そこで使用された様々な要素技術は様々な欠陥や問題を内包しつつ、以後の国鉄機動車、客車に大きな影響を及ぼしており、国鉄機動車史上重要な系列ということができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。